はい、よろしくお願いします。今回はきっかけ英熟語の第8弾をお送りします。で、今回ね、この5つの熟語をやっていくんですが、あ、いや、まずね、この状態でテストしたい方はね、ぜひ動画止めてやってみてください。で、先に謝ることがありまして、冒頭ちょっと聞こえたかもしれないんですけど、今自分家で撮影してるんですけど、隣のお家がですね、なんか結構激しい工事を今していて、結構なドリル音とかが聞こえるんですね。で、一応撮った後にチェックをして、まあね、絶対ドリル音入っちゃうんですけど、まあ自分の声がちゃんと届くようであればそのままアップしてると思います。ただまあね、聞いてる皆さんにとっては おいみたいな工事一人やみたいな感じするかもしれないんですが、すいませんね、このままよろしくお願いします。では早速ね、まず1番からいきましょう。で、まず1つ目、これは get up ですね。 get up、 get up です。で、これは意味が漢字を今ね、ど忘れしましたね、起きるです。 get up が起きる。で、まあここはセットで覚えても欲しいのが、まずまあ似てるでいいのかな、似てるやつが、はい、これね、青で書こうと思ったんだけど赤で書いたね、よいしょ。まあ似てるのと反対のやつを、まあ、セットでね、ぜひ覚えてほしいなと思うんですが、まずこれ、ウェイクアップですね。ウェイクアップ。で、ウェイクアップは、こっち起きるなんですけど、こっち目を覚ますっていう意味になります。まあ、結局、似てるじゃんって話なんですけど、まあ意味の違いはね、あるので、そこはね、ちょっと厳密に覚えてもらえたらと。で、もう一個は、反対ですね。では、ゲッツアップが起きるなので、寝る。それが、どうせじゃ、go to bed ですね。これはよく出てきます。go to bed。よいしょ、寝ると。まあこんな感じですね。まあぜひセットでね、覚えちゃってください。今回そこもテストにしちゃいますかね。意味も書いたんで。で、次行きましょう。be afraid of です。be afraid of ほにゃらら。で、これが、ほにゃららを、恐れるとか、まあ、怖がるとかっていう意味で使います。まあ、例えばね、まあ、ここにゴーストとか、まあ、お化けってやれば、私はお化けを恐れるとか怖がるみたいな使い方ができますし、あともう一個ぜひね、セットで覚えてほしいのが、例えばここアームの後ろに物が来れば、その物を怖がるっていう風に持っていくことができるんですけど、ほにゃららすることを怖がるっていう感じ。例えば、子供が泣くことをちょっと怖がる。ここで泣いてほしくないな、みたいな。ね、まあ、自分子供いるとそういう時あるんですけど。で、そういう時は、同じくね、めっちゃ鳴ってるね、隣ね。be afraid of の後ろに、ほにゃららすることって使いたいんで、動詞を持ってきたいんですよ。で、その時に、動名詞にして、ほにゃらら ing を使ってください。さっき泣くことって持ってきたいんだったら crying が来たりする。cry ね。泣くに ing がついて crying みたいな感じで使ってください。で、次がほにゃらら。ほにゃらら and so on ですね。ほにゃらら and so on。で、これが、まあ、長文でね、たまに出てくるかなって感じで、ほにゃららなどです。ほにゃららなど。で、例えば、これ、ね、俺が笑ってしまうね、鳥がめっちゃ鳴ってるんで。これ全部書かなくてもよかったかな、まあ、いいか。じゃあ、あれサッカー、スポーツだったら、じゃあ、あとは、まあ、ベースボール、バスケ、入ってる俺も。バーギー、バスケボール。で、and, so on。みたいな、アレックスサッカー、ベースボール、バスケボール、and so on。みたいな感じで書くと、まあ私は好きなんですよ。I like だから。サッカー好きです。野球も好きです。バスケットボールも好きです。で、アンサーアンつけると、など。だからサッカーとか野球とかバスケットなどが好きです。みたいな使い方ができます。これがね、アンサーアンの使い方。はい。で、まあ今回、まあ全部大事なんですけど、ここですね。4番、5番。ここの使い分けはすごく狙われます。似てますよね。be made まで同じなんですけど。まず、4番が be made of です。あ、こっちが from が来るんですけど、意味としては、まあ、made が来てるんで、作られるなんですよ。
B メインで作られる。ただ意味としてはほにゃららで作られるとほにゃららから作られるという意味になります。で、ほにゃららでとほにゃららからを絶対覚えなきゃっていう感じではないの、今回伝えたいことは。もちろんそっちもね覚えてほしいんですけど、大切なのはどう使い分けるかっていう、アブの時とフラムの時ね。でこれがですね、こっちです、こっちからいきます。アブの方、こっちは見た目でわかる時という覚え方をしてください。どういうことかっていうと、まあ、よく出てくる例文が、まあ、the desk ですね、机です。一応書こっか、こっちはちょっと小さくてごめんね。 the desk、 机が主語です。で be made of を使いたいんで be 動詞 is ですね。すごい音しんな。 made of wood、 wood 木ね。 the desk is made of wood って書くと、その机は wood、 木から作られています、木で作られていると。でこの多分木からって書いてもバツにはならないです。さっき言ったようにでとからをしっかり覚えてっていうところではないんですよ。で例えば机がありますよね、学校の机とか、みんなイメージしてくれるといいんですけど、見て木で作られてるってわかるじゃないですか、明らかに木を使ってるわけだから。あの木じゃない机だったらごめんね、みんなの学校が、それ申し訳ないんだけど。だから見た目で木から作られてるよね、まあ、木材から作られてるよねってわかるときはこういうふうにアブを使います。じゃあこっち何かっていうと、見た目ではわからないとき。で、これもまあ有名な例文ね、いきましょう。ワインですね。やっぱり有名なのは。Wine is made、 こっちがフラムです。で、ワインってのはみんな飲んじゃダメだよ。まだね。フラ、ブドウから作られてるので、Wine is made from grape というふうに書きます。で、もちろん知識として、ワインがブドウから作られてるって知ってる人は知ってるじゃないですか。でも見た目で、確かに色はねブドウの色してますけど、うわーめっちゃブドウ溢れてるみたいなのはわからないじゃん、ワインを見ても。だから見た目ではわからないときはこうやってフラムを使います。いいかな。結局今ね上のとき、その机は木から作られてるって訳しちゃいましたけど、口で癖でね、でとからが大事なんじゃないんです。作られるはいいんです、両方ね。ただアブの方が見た目で分かるとき、フラムは見た目では分からないときっていう覚え方がシンプルでいいです。ものすごい厳密にいくともっと細かいルールが発生するんですけど、ひとまずはこのね覚え方をしておけば、高校受験までであれば、まあ、相当ね高いなんだ英語に特化した私立高校とかでなければ、これでね十分やっていけますので、ぜひねこんな感じで覚えてみてください。はい、では今回はねきっかけ英熟語第8弾ね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね久々に撮ってるんで、消すはちょっとごめんね、間違えそうだから、よいしょ、こことどうでしょうか。結構ねいつもの 1.5 倍ぐらいのあの声の大きさで喋ったんですけど、まあみんなのねこれが目に触れてれば NG ではなかったっていうことになってるんですけど、ここ行こうか。目を覚ますと、ここはせっかくなんでねテストで残しちゃいましょう。でこれはダメだね、よいしょ。で、見た目でわかる。どうしようかな。これも覚えてほしいんで、抜いちゃいますね。見た目でわかるときが、こっち。be made of の方ね。はい、どんどんいきます、どんどんいきます。よし、ということで、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。で、大変申し訳ないんですが、次の9弾もこの後撮影してしまうので、同じくトントンが入りますけども、もしよかったら次回の方もぜひご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。